ああ、はい、じゃあそろそろランバトやります。じゃあそろそろ X ランバと行いますんでね。あ、エントリーまだの方いましたらお願いします。もう全員書いてるかな。
じゃあ本日は10人一応10人なんですけど、あと1人増える可能性ありというところで、まあ、その場合は、まあ、6対6になる。とりあえず5対5ということでチーム分けして、まあ、増えたら6対6に。じゃあチーム決めはリーダー、リーダー制。あ、じゃあチュンリー使い2人で、じゃあ闘魂さんいいですか、リーダーヒデと闘魂さんでいいですかね。そうです、2キャラだね、この人数だと。はい、チーム分けが今終わりまして、じゃあですね、ちょっと読んでいきましょう。ワンピー側が、闘魂チーム、闘魂、山本、長州、クレジン、バイパー、こちらがワンピーチームです。で、ツーピーチーム、ヒデチームが発展校、友座、ヒデ、中島、茶坊主。さあ、こちらが 2P チーム。じゃあ今ね、リーダーが順番決めやってますんで、リーダーのところへ行って順番の希望などあればね、ちゃんと伝えてください。
あと使うキャラとかもね、今回は1人2回出て、同キャラはどうします？同キャラなし、 X と S は別キャラで同キャラなしという感じですかね。マイク音大きすぎる、ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと下げましたが、ただいま順番決めをやっております。さあ、1P チームは順番決まりました。ちょっとそれですが、友田さんがねまだいらしてないんで、友田さん来たら始めましょうか。お、あ、来ました。
友田さん来ました。はい、じゃあ順番も決まりましたね。こんな感じで、さあじゃあもう全員揃ったので本日のランバトやっていきましょう。じゃあ1人目クレジンさんの竜と中島さんの本田ですね。あ、リュウホンダでスタートですね。はいはい、中島さんとホンダ強いんで最初の方のリュウで声出てなくない？ああこれ中島さんホンダ先方はやばいです。やばいですね。強いんでぶっちゃけこのままかなり抜いていって長州残地まで抜いてしまいそうな勢いがある。これちょっと行っちゃいそうですね。中島さん、本田が先方って、あーっともうあっという間に、まあ、まあこんな感じですよね。さあ容赦なく始めて間もないクレジンさんをほふっていくマイク音大きすぎ、入れてもらったけど大きすぎってことあります？どうなんだろう。まあ、マイクちょっと大きいかもしれないですが、まあ、ちょっとスピーカーとの関係でね、ちょっと申し訳ありませんが、ちょうど良いらしい。お、ああ、よかったですね。まあ、この人しか見てない説が。ワンピー2人目は山本さんの X 竜ですね。そうですね、竜は頑張ってホンダを倒してほしいですが、竜はそうですね、ホンダを倒さないといけないキャラ。さあ、勝利点が出ないと勝てない。あー、どっこい、死んでしまう。リバサ昇竜が出ないと勝てない。
これはダメな流れのような気がしますが、これやばそう、やばそうですよ。開幕垂直ジャンプは何の意味もない行動だと思いますが、さあこれさ、おいこれは痛い。今のはね、中中中波動でピヨリまであるんですよね。うわ、さあ3番手が、さあクレジンさんのダルシム。これもね、先ほど銃を置いてみた感じ、初心者というか始めたばかりの方、まあそうですね、始めたば X を始めたばかりと言っておりましたんで、これはひどい、うん、ひどい試合になるでしょうね。いやー、ダルシムでホンダは本当に難しいですからね。そうですね、これはね、ダルシムが有利になることはあるのか。本当そうですよね。めちゃめちゃ上手くなってもあっという間に死ぬ組み合わせなんで、さあヨガフレームを上から蹴られる、これは死んでしまう。おっと、おテレポが出たが出してみただけという感じでしたが、さあ中島さんが3人抜いて闘魂竜、あ、闘魂さんの竜。さあ闘魂竜は倒さないと長州残次が本田と戦う羽目になるという悲しい出来事が起きるんで、ぜひ頑張ってほしい。さあこれ本田倒しの次エッサガなんですよね。まあでもエッサガの方が本田よりマシというね。おお、うまいですね。さあ、さあこれは闘魂竜がやってくれるのか。闘魂竜できますね、これ。わー、パーフェクト、パーフェクト。まさか、まさかまさかの完全試合やってしまうのか。あ、強気の開幕波動、勝利が出る、見えてますね。闘魂さん勝利拳打てるんだいや、打てますよ、闘魂さん勝利拳。対空波動拳いいですね。真空波動もたまりそう。もうたまった。さあ完全試合が見えてきましたね。おお、うまい、うまいっすね。そうですね、これ長州残次が本田と戦う悲劇は回避できそうですね。回避できそうですね。さあ真空波動を、あとはあっと削りで終わりでしょうか。おっ、打たない、打たない、優しさ。真空波動出せない説があります。出せない、いや、そんなことはないですよ。あえて出さなかっただけです。あ、立ち台系体育。さあ、闘魂さんの竜がきっちりとホンダを倒していった。さあ、続くのがエッサガ。あ、破天荒さんのエッサガ来ましたね、久々に。アイバック飛んでいる。さあピオリージ。おお。タイガー、タイガー。ガードをしている。さあ。カガット側は球を打ってればなんとかなる組み合わせ。あ、飛び差し込む。アイスリューは頑張らないといけない。さあこう落ちてね。おお。あ、え、減らねえ、マジ？ダブル KO。 あ、まさかのあの投げで死なないという。投げが運が悪いですね、あれは。ちょうどダメージがいいとこだったですね。あー、こんなこともあるんですね。下がっとね、防御力高いですよね、このキャラ。このキャラ性能高いくせに防御力もある。投げる、タイガー、タイガー。さあ飛んでいく、アッパーかー。さあ真空はしかし当たらない。ちょっと当たんなかったですね。さあタイガーに、おっと、あとアッパーが出ない。さあこれは昇竜拳打たない。おお、またなんか際どい試合が。昇竜で削ればいいと思ったんですが、
さあハデにモンハンの情報を教えてもらいましたが、いや買ってないんですか。闘魂竜うまいですよ。さあ削り真空打たない、やっぱ出ないですよ。闘魂田真空が、あれだ、いや出ます出ます、いや出ますよこれ、あの皆さん闘魂さんですよこれ、出ないわけないですから、ね、パーカーで落とされて、あ飛んでいく飛びが鋭いですね闘魂竜。闘魂さん飛びの読みがやばいですね。さあ昇竜拳、さあ中ゴス飛んでいく、真空があるよ、出る出る出ますよ。さあこれで、ね、おー昇竜拳を打っていく、昇竜削り削れないんですが、今の削れなかったですかね。アンジャナフが倒せない、アンジャナフが倒せない、いや倒せますよ、アンジャナフはトサカが生えたら2年待ってください。僕も初めてのモンハンですけど、アンジャナフは倒せました。あとは火属性耐性つけていくと楽ですかね。おお飛び投げ、飛び投げ、さあ闘魂はめがうまい、はめていく完璧。あちなみにこれはヒデエスチュンリーですね。あっという間にはめ殺された。おっとしかしピヨッタ、投げる投げる、さあおかわりは、さあ S キャラなら投げてやると、そうですね投げ殺せ。そして対空も結構難しいですね、これ空対空がしかない。昇竜拳が出る、おいや出ますよ、真空は、真空出ない、おーしゃがみあった、あー S チュンじゃダメですかね、ヒデ。そうっすね、まあやっぱ私にやられているようではダメですね。さあ見たび再び S サガ、 S サガが現れる、ジャボーズさんの S サガ、 S サガを連投していく、強力なクリーンナップですねこれ。さあ一方闘魂さんなんか知んないけど飛びがよく通る、闘魂さんの飛びが本当よく通ってますね。そうですね、別にアパカーじゃない、タイガーの硬直ではないんですがアパカーが出て、おっとこれは当たんねえんだ、あれもここは立ち台キックの対空。さあ闘魂竜の活躍がここまでなのか。さあ飛んでいく、おっと今のもアパカーが出ないが対空も出ない、お互い対空がちょっと怪しいですね、怪しいですね。さあ飛んでいく、飛んでいく、さあ真空4発おいしい、さあ鎖骨、あさあ闘魂竜チュンリーより強いんじゃないのいやあれ強いですね闘魂さんの竜。ちょっと開幕は謎の垂直ジャンプに、さあ痛い、さあ2発殴られただけなんですが、おっと勝利強気、あとはどれが勝利点が出る、さあ大キック痛い、大キック痛い、さあさすがにこれは見てましたね。さあ山本さんのチュンリー、さあこれは山本さんが頑張ってほしいところですね。長州残儀はエッサガとはあまり戦いたくないんで頑張れ山本、まあ、エッサガとね戦いたい人はあまりいないでしょうから、まあ、そうですね、うん、というかねこれエッサガを倒すと、あと竜サガとバイソンっていう残儀が仕事ができるというか残儀に仕事をしてもらう必要がある組み合わせが残ってるんで、あなるほど、まあ、長州残儀全然やってないんで仕事できるかどうか知んないですけど、いやきっとできますよ。おお、ニュートンで 2, いいで、ね、2キャラ戦の時しか残留を使わないんで、そうですね、前使ったら多分半年ぐらい前だと思うんですよねだいぶ空いてますね。最近ニュートン人が多くて1キャラ戦が多かったですからね。あそうですね、
今日確かに今日は久々に一人にキャラの形式でさあうまいと思ったがそうでもなかった意味がない。さあ飛んでいく、しかし意味がない。これねアッパカ間に合っちゃう。これがエッサガー。さあ立ちガードしてしまう、なんだそれ。さあ戦列を当てるしかないのか。なんとかねまずゲージを貯めたいですね山本さんは。山本さん勝ちパターンらしきものが見当たらないんで、飛びがなんとか通ってなんとかするか、あとはまあ戦列貯めて戦列が通ってなんとかするか、どっちかでしょうね。さあ大ディクロされてしまう。さあ背中蹴り、ここから戦列を絡めた。さあダメでした。戦列溜まってなかったかな。さあやりたくないと言っていた長州残儀。そうですね。あー こんばんはヒデです。今日はちょっと風邪ひいてるんで超トーン低めです。なんかお通夜みたいな感じになってますが、いやでもちょっとね声あんま出したくないですよ、ちょっと声も変なんで。さあエッサガランディ青パン、青パン対青パン、そして青いクス、そして背景は青い。さあ近寄れないタイガーで。そうですねタイガー。あーいいジャンプ、いいですね。長州さんはねいい連チャンジャンプがねうまいんでね、その辺をうまくしながらやるとこういう感じに、こういう感じにやばいぞ。画面足に追い込んだ。あー体育でないまん。おーいい体育。これはあーさすがにここはしっかりとね無敵を合わせてきましたね。連キャンジャンプやりすぎましたね。さあ食らって、あー確定か。これがエッサがつらい。あ連キャンジャンプやってくるが、もうあの、あそこの円台系でね、大体 OK なんですよ。あー、うまい、差し返し、終わった。寄れない。どうすんの、どうする、あー、終わった、どうする、どうする、まだある、まだある、レンチャンジャンプ、あー、ガードいきず、終了、しょうがない。厳しいパスでした。あ、バイパーさんのガイルですね。さあこのガイルがあると、もう一回俺が剣なんですね。サガイルもエッサガは辛いというか、エッサガダルシムより辛い説がある。あ、そんなにですか。ただエッサガをちゃんとガイル戦使いこなさないと意外とめんどくさいかったりするんで、ガイル対策ができているエッサガがあんまりいないんじゃないかな。あ、確かに単に弾打ってるだけだと割とガイルなんとか、ね、おお、うまい。あー、いいチョップでしたね。さあ今の開幕何か入りそうで、入るのかどうかよくわかんないまあ確かに微妙ですよね。いいバズーカしかないと思うんですが、入るかどうかがよくわかんないですね。あ、そばっと間に合わない。今のはもう当たり判定がそもそもないんでね、あの位置には。あー届かなかったですかね。硬直が短いとかっていうよりも暗い判定が出てないんで。あーそうなんですよね。裏剣が使えないのがきついですね。投げられない。さあ開幕垂直でもまたいい垂直大パン。今の前歩き中足なんかも下がった人がちゃんとタイガーを2発目打てば一方勝ちするんじゃないのかな。おっと投げる。さあソバット美味しい、中足美味しい。さあトルネーディーこれもうまい、何も入んない、ね、さあソバット入った。あーいいですね。さあこれは削りで終わりでしょう。いやうまいですね。まあ、ここで出てくるのは破天荒さんの竜。さあバイパーガイルは竜戦だけ
やってる男なので、まあ大丈夫でしょう。流線は相当やってますよね。まあ、流線やるためだけにガイル使ってるもんなんで。確かに。いや、中ゴスの2段目がダメージが高い。さあ、しかし破天荒さんがしっかりしている。お、今のすげえ高かったんですけど、ダブルさんは失敗しましたね。失敗ですかね、あれは。今のは、まあ、失敗しないと食らわないんでね。うん、さあ、相打ちファイヤーから置き攻めは様子見、まあ悪くないですね。お、裏剣。さあ、おっと竜巻を、あ、見てましたね。さあ、対空はしゃがみ、やっぱさあ、ガイル側のゲージは溜まりましたが、これはまあ特に使い道が、対空で使えればね、いいんですけど、なかなかガイルダブルサーバー対空出すと難しいんですよね。まあそうですね。今日は色合いが違うということです。なんかモニターがおかしいんですかね。あ、飛んでいく、危ない。色合いちょっと違いますかね。なんか暗い感じですかね。さあ、避けていく、飛んで裏剣が入る。まあしかし破天荒さん、いい動きでしたね。ちょっと惜しかったですね。あ、チャーボーズさんの弱い方のサガットになってしまった。 X サガットを後に持ってきましたね。まあ X サガットの方がメインなんでね。うん、まあ気持ちが入ってる方が X サガットなんでしょう。はい。さあ、でも気持ちだけで勝てるのか。さあ、おっと、サンバーガードやってはダメ、当たんないんですね。あれ、あれでね、立ち状態ののけぞりがね、結構後ろ向いてるんで、後ろ行っちゃう。結構いろんな技使いますね。さあ、チャボーズ持っているのか。これは S サガで負けるが X サガとでは勝てるのか。まあ、そうなるとやはりね、まあ、これはメインキャラというやはり、ね、メインキャラの方がやり込んでいる。さあ、トルネーディー、さあ、ソバット、ダブル、おっと、ダブルサマール削るかと思わせておいて、スタブ、スタブ強いですね。さあ、開幕、さっきもありましたね、あれ。さあ、対空ダイヤシ間違って、さあ、トルネーディ、トルネーディ対空、サマット戦にはすごい使えるんですかね。ねえ、いい感じで落ちてますね。ポンポン落ちてますね。さあ、しかしトルネーディ、これがかなり機能している。さあ、ソバットさあ、中足、さあ、ソニックからソバット、中足、まあ、画面端追いつかれるとサガットきついんですよね。きついですね。そして出てくるのがトモザバイソン。お、トモザバイソン食べたいのか。さあ、ニーヤーがカウンターに置いてあるチョコレートを勝手に食べようとしている。さあ、トモザバイソンは車カラーですね。さあ、ソニック、さあ、ダッシュアップが見えている。ダブルサマー、これは終わりでしょう。あれ、今フルヒット地上でしちゃいましたね。一つ地上に着硬直1フレだけあるんで、1フレ、その1フレを通していった。空中で落ちなかったら地上で1フレで当たるっていうだけですよね。あー、なるほど。と、じゃあ、さあ、サマー背中が見えている。ワイパーガイル反応がいい。さあ、コパンで止めて、うまいですね、今のコパンも。冴えてますよ、今日は冴えてますね、これ。さあ、奪えると、おっと、これは死ねる。ナイスガード。さあ、中足、あとはクレイジーさえもらわなければ。さあ、コパン、うまい。さあ、ヘッド、ダブルサマー出ないがちょっと最後下りましたね。下っちゃいましたね。ダブルサワーには定評があるバイパーガイルだったんですけど、2回連続でリバーサーダブルサワー失敗しましたね。
さあ中島さんのガイル、お、ガイル同キャラ、さあガイル同キャラ、これはメインキャラの意地を見せたいところだが、見せたいですね。さあガイル同キャラね、ソニック早い方が勝つんでね、大体。さあ、あ、1ドット削りました。これが大きな勝負の分かれ目か。そうですね、まあソニック遅いと取り返せないんですよね、こうなると。そうですよね、ガイルガイルはなんか本当取り返せないって感じですよね。ソニックが相手より速かったらね、ソニックでプレッシャーかけていって取り返せるんですよ、それは。はい、でもね、ソニック遅かったらどうにもなんないですよね。どうにもなんないですね、本当そこで決まっちゃいますよね。さあ X 一択というか、スト2は X の XX まあガイルは X じゃないですかね。 S の方がいいとこってあるんですかね。まあ、S はね、エンタチ大系とかですか。縦ショーキックがたったソニック溜めたまま打てるとか、そんなことですけど、ムエタイキックが溜めたまま出せるとか。さあパったのはバイパーガイルですかね。バイパーさんが1本取りました。ガイルガイルね、やってると非常に疲れると思うんですけど、もう精神的に疲れそうですよね、これは本当に。ソニック打つのが疲れると思うんですけど、うん、さあラインを制しているのは中島さんなんですが、さあ飛んでいく。おお、間に合いますね。ダブルサマー、またフルヒット、また1フレ。そしてラーメン、これはやってしまった中島がいる。なぜ飛んでいったのか。あー、サジ飛びしたかった。サジ飛びの練習はノジアイでやってください。いや、ヒットでやってください。そう、バイパーガイル止まらない。ヒデチュンリー、さあ副将秀チュンリー、ガイルチュンリーは今日は大阪でガイルチュンリーのでかいイベントがあります。もっと抜けていく、まあ、とりあえず打っとけというとこですかね。投げて、あー、た溜まってますね。さあ中島さん、裏に回りたかっただけらしいです。めくりのつもりで飛んだから、ね、余裕で正面だったっていう。さあ飛んでいく。さあ相打ちになると、これ何を取られてしまう。投げ、あ、ゲンキックで対空。さあこれはきつい、投げられた、死ぬよこれ。おっと、いい哀れ。さあこれバイパーガイル取り返してきましたね。さああとはまあ戦列はもうしょうがないかな。あ、まあ、ある、テンションが出ない。おお、しかしこれか。さあヒデチュンリー勝って、あ、長州さんの剣ですね。さあ 1P 側は8番手、 2P 側は9番手ですね。まずは球をぶつけ合って、しかし球の打ち合いになるとね、チュンリーの方が圧倒的に早くゲージが溜まるという。投げて、中足中足、昇龍投げる。歩いてきますね。あ、やはりね、先にゲージが溜まるのはどうしてもチュンリーが先に なりますね。これがこそ、これ、お、抜けなかった。
さあ今抜けなかったのはちょっと痛いか。飛ぶ。おっとくぐったんですけど、投げたのはヒデチュンリー。さあ飛びからの投げ掴んで、もう一回飛んでいく。昇竜拳、あーここは戦列フルヒット、天正客、そしてクラゲを重ねて罪でしたね。納得いかないですね。納得いかない、モノモース。画面端で歩き勝利では2回失敗したのがまずかったですね。あーあーチュンチュン、闘魂さんのチュンリー。さあ体力リードはどっちか分かんない。先にゲージを貯めたのはヒデだが、さあ天翔は貯めていたようだが、今の100列でリバーサー戦列くらいそうで怖いですね。強気でしたね。なげる、まあ、背中蹴りからの後ろ回ってる投げはね、投げ返せないことがあるんで、あずるいですねそれは。さあ露骨にゲージダメにいく。さあ闘魂がプレッシャーを与えていきたい。な気候当てて、気候当てて、さあ対空出ないが、あ背中蹴り、フライ投げも、さあこれは垂直ジャンプ大キック、これは手堅いですね。投げて、投げる、さあ正面、おっと、おっ、さあこれは削り確定でしょうか。で今はなんか浮いたから前列光返しが入ったっぽい気がしないでもない。隙間はありましたね。さあ先にゲージが溜まりそうなのはヒデチュンリー。それを見て闘魂も慌てて溜めようとする。慌てて溜めに行く。さあ対空中パン、これは美味しいが、さあ今のも戦列当たりそうで怖い。全然ね、お互いに体力全然減ってないのにもうゲージは満タン。さあコパでよく落とした。さあこれで、ね、垂直ジャンプ大ティック美味しいですね。さああとは戦列をもらわなければという組み合立ち回りでいいのかな。闘魂さんはそうですね、闘魂さんはとにかく戦列に注意。今のもちょっと怖い感じの気候ですが、怖い。さあ自分が戦列当ててしまえばいい。お、まあ、これはじゃあ やばいですね。闘魂さんこれは、おっと今のはヒデまずいぞ。さあもう戦列を当てるしかない。あ、1ヒットで天翔、これは耐えた。さあ闘魂さんの勝利。さあ今のは天翔を打ちしない方が良かったのかな。あ、そうなんですかね。それで置き攻め行った方が良かったと。そうかもしれないですね。時間が足りなかった。時間なかったですね。まあでも減ると思いますよね、あんなの。さあ 2P 側は、大将友田さんのベガ。さああと残っているのがチュンリーベガなん、チュンリーホークなんで、まあ、友田全然あるっちゃありますね。そうですね、友田チュンリー戦うまいんでね。一方の闘魂チュンリーは昔夕ベガの練習相手としてかなりベガ戦をやっていたんで、じゃあお互いのキャラを知り尽くしている対戦ですかね。そうですね、そこそこ形うまい。今のはいいですね。今のいい釣りでしたね。中キック空振ってからの戦列。さあ闘魂チュンリーが勝負を決めてしまうのか。さあおっと暴発、投げてここからどう我慢するかですね。さあおくらい投げからの100列、これまだあるよ、投げられたら死んでしまうが、おー運がいい、これは運がいい。終わりですかね。エキシビジョンやる、やる、まあやりま、いい、やりたいならとやる、やっといていいよ。
やっといていいよ。あ、気持ちよく。やると負けるってやりたくないと。闘魂さんが拒否しましたね。気持ちよく終わりたいから、罰っていう。まあまあ、負けるでしょうからね。というわけで、お疲れ様でした。さあ、はい。ということで、1P チームが勝利いたしました。おめでとうございます。じゃあワンピーチームちょっと写真の方をね撮らせてください。いやあれチュンリチュンリ最後マジどっち勝ったのがマジで疑惑の判定まであったまで体力はねさすがにね、いや分かんなかったな、多分イーブンかなって思ってたんだけど、えマジか。いや闘魂さんな計算してたとかって言ってるやつ絶対嘘だからね。知ってるわけないじゃん。フラグ。フラグ。やべ運がいいぐらいしか持ってないなんだろう。じゃあまあとりあえず残りの時間での試合判定はひでふり。まあ間違いないですね。ドローっぽくね見えましたねあれは。あまよくば勝ってればいいなって思ったんですけど、そんなうまいことなく。じゃあじゃあやっていきましょう。今動画見てる方、これマイク入ってる。これあれです。いつもこの2人、いつもこれを延々と3時間でも4時間でも延々とやっています。この2人、ワイパーガイルとスーティー側がヌナリリュウ。この2人ずーっとこれを3時間も4時間も延々とやってます。毎週です。本当ね、すごいと思うんですよね。毎週ですよ、毎週。しかもお互い自キャラじゃないっていうの。スト2愛にね、溢れすぎちゃってますね、本当に。というわけで、この2人のリュウガイルを、まあ確かに飽きないゲームね、見つけるっていうのはね、すごい大事。今日僕ちょっと風邪気味で、ちょっと今日久々のリハビリがてらって感じで来てるんで、やっぱ1週間レバー触らないとだいぶあれですね、感覚がちょっと違うなっていう感じはしますね。さあソニックに立てます。ああ配信ね、皆さん見てるってことはやはり皆さんスト数が好きだから、まあ、もしくはまあこうちょっとテレビ見るもんないしニュートンの配信でもやってるから、まあ、ちょっと見よっかなみたいな、そんなでもね、ね、いいと思うんですよね。このゲームは本当に
関東だけじゃなく中部、関西、まああと地方のところでも本当に熱い戦いが繰り広げられているので、そういえばあれですね、皆さん、第2回獣道コタカが、おおコパ僕はね、他の格ゲーはねやってないんですよ。昔 X をちょっと触る前にサードストライクちょこっとだけ触ったんですけど、コマンドキャラっていうか全然できなくて、まあ、その時もサードストライクでチェンリー使ってたんですけど、中足砲翼が全然出せなくて、あれ全然ノーキャンでも16フレームくらい猶予があるんですけど、なんかこうガチャガチャやるのがすごい苦手で、で、まあ、X やるきっかけになったのが、まあ、ちょっと上のあたりで、まあ、昔、まあ、スロットとかでちょっと立ち回ってる時に、やべえ、打てる台ねっていう時に、ちょっとまだ育つまでに1時間、2時間必要だなっていう風な時に、まあ、ちょっと近くのゲーセンが、まあ、ちょっとね、少し昔からありそうな感じのゲーセンだったんですけどね、まあ、そこで、ストップ、サードはなくてストップがあって、まあ、コンピューター戦でっていう感じがしてて、最初ね、ブランカが全然倒せなくて、なんでこのキャラ超強キャラじゃねえかっていう感じで思いながらコンピューター戦をやってた記憶があります。コンピューター戦のね、ブランカはね、慣れてないと本当にあのキャラね、火力高いんでね、見た目以上に、まあ、実際本当にブランカ四天王と呼ばれる人たちはね、本当にそれも加味してかなりゴリゴリ来るんで、コンピューターはね強いですね。スト2は本当にね、初心者殺しというところもあるんですけど、まあ、まあ初心者への第一歩卒業がコンピューター戦でちゃんとベガまで倒すみたいな、まあ、そういうのでもいいんじゃないですかね。実際僕かなり時間かなりかかりましたし、まあ確かにスパ2のねコンピューター戦はかなり強いですね、まあ、すいません、ちょっと今日あんま声出ないんでちょっとだいぶトーン低めですけれども、あれ多分あれどうなんだろうね、コンピューター戦のなんかスーファミとかでもなんかスト2スーパーストスあったじゃないですか、でその時のレベル、コンピューターレベルなんか最初期設定だと4なんですけど、なんかゲーセンとかで稼働してるのなんか8っぽいよなとか思ったりしてるんですよね。明らかに動きがこっちがこの行動したいという時になぜか置いてあるアッパーカットとか何それみたいな、あとはコンピューターがねためでじゃなくてコマンドでためができてしまうので、明らかにこれ55フレーム以内で打ってるだろうっていう、まあよく例えるなら DJ 戦のエアスラガードエアスラ、明らかに速い、あと歩きながらサマーとかもね、ほんとねこうたまにやってるとねえってなるようなねところがね、まあまあ、コンピューター戦ならではのちょっと面白さ、まあ、人間でそんなの出してしまったらやばいですよこのゲーム。ちょっと待ってくださいね、さあまあちょっと話題も先ほど質問があったのでちょっと途切れましたが、第2回獣道コタカガエル対伊藤 DJ、 まあよく関東勢とかツイッター見ててもちょっと見てるんですけど、コタカガエルが伊藤 DJ に対して挑むというような感じの書き込みがかなり多いですね。伊藤 DJ が挑むのではなく、多分ね、NG コメントでってなんだろう、まあ分かんないんですけれども、まあ、伊藤さんの方がね、分かんない、ただ、いや、位置づけ的には、一応、小高が獣なので、
チューブのね、猛者の猛者ですよ、本当。僕はまだね、直接伊藤さんのね、DJ とやったことがないので、多分なのでね、ちょっとね、データがないんでわからないんですよ。フジモン君とはね、結構昔やり合ってで、そのフジモン君とやった時のデータが30戦あったので、まあ、この前の年末の時のイベントのホークスの時の試合では、まあ、なんとか勝てたっていう感じですね。そのデータがなかったらちょっと苦しいですね、彼の場合は。まあ、伊藤、ちょっとね、伊藤さんとね、DJ と小高ガイル、ちょっとね、データわからないですね。小高は多分、小高くんはね、おそらく DJ 戦の経験があまりない状態と言っても間違いないと思うので、まあ、関西だったらフジモンくん、中部だったら伊藤さん、もう超激強 DJ がいるんですけれども、関東やはりそういった点では、まあ、ちょっと DJ が少し不足気味という。まあ、ただ、まあ、ユーゼルさん、そうですね、でも、どうでしょう、ユーゼルさんもね、すごく強いと思うんですけれども、やはりその上を、ああ、打ってみたくね、あおお、ああ、これは死んだか、うわー、しまず、ああですね、伊藤さんとユーゼルさんは、多分伊藤さんと違った。フジモン君か、まあ、個人的にはもうユーゼルさんよりもさらに上っていう感じの印象がありますね。まあでもユーゼルさんもだいぶ強いです、間違いなく。まあ僕がだいぶって言っちゃうのもすごい失礼に当たるんですけれども、あ、うん、今のうまい、あーやべえやん、あー、ちょっとテクいい感じだったけど、皆さんどっちかと思います、伊藤さんと小高君。僕はまあ関東勢なのでぜひ小高君に勝ってもらいたいとは思ってるんですけれども、まあですよね。まあ、僕の今のところの見解では、まあ伊藤さんが10の6くらいかなとは読んだりはしてますので、やはり伊藤さんも中部勢と多分ガイルいっぱいやれると思うので、いろんなガイルと、そしてね、何より一つに関してはもう本当プロと呼ばれる伊藤さん、仕事中でも一つのことを考えて、まあそれは僕も最近なんか考えたりしてるんですけど、仕事中もねついつい考えちゃいますよね。ガエルガエルでも伊藤さんが勝つのも確かにそれもありそうですね。はい、そういえばガエルといえば皆さん伊藤ガエル対マオバルドーグの試合 YouTube に上がってるんですけれども、見ましたかね、あれやばいです。伊藤さんがマオバルドーグに11連勝12連勝してるところがあって、かなりやばいですね。ああ、そういえば今日でしたっけ。あ、そういえば皆さんオトチュンチュンリー対鉄平ガイル、今日転換 UFO 転換と今日実施です。どっち勝ったんだろう、見てないな。気になるのが、まあ関西のガイルはどちらかというとかなりオフェンシブな印象があるんですけれども、鉄平さんはどっちかというとかなり防御面に力
近い感じで、まあちょっと関東寄りのガイルかなっていう印象です。チュンリーに対してね、鉄平さんのガイルはあの開幕なんだっけ、ソバット前そばからちゃんサマーやってくるんですよ。であれやることによってチュンリーのその場での、第一貢献第二貢献は回避できながらサマーを当てるっていうことができて、まあ、それに対しては、まあ、下がりながら飛行点が正解なんですけど、まあでもね、初っ端画面下がるっていうのはその分ゲージ回収しづらくなっちゃうので、まあ結構難しいところというところですね。今あれです、獣道の話してます。だからちょっとコメントがこんな感じですね。いや、やっぱ声出ないとダメだな。あーでもね、これでもだいぶ良くなった方かなっていうところ。一番ヤバかったのが火曜日水曜日で、まあでもその後も木曜金曜はもう全然鼻で呼吸できず、なんか口で呼吸してて起きたら口がカッサカサ、鼻水は超出まくるわで、まあで今日はちょっと頭痛あったんですけど、まあ痛み止め飲んで、まあそれでミュートにしてって感じですね。今日はまあちょっとほどほどにしようかなってところですね。まあさすがにこうベストコンディションでないときにがっつりやっても、まあ体調崩すだけなんで、あとね頭が働けないんですよね。結構ね戦うときにね結構ワンパターンの動きになってしまっちゃってるんで、まあそこもちょっと癖になるとよろしくないところなのでっていうところですね。というわけで、おそらくこのガエル・リュウがおそらくずっと流れ続けるビックスドロップとうがい、あ、なるほど、一応ね、喉飴舐めたりはしてるんですよ。ビックスドロップではないですね。最近、まあ味も好きなんでリンゴの喉飴ばっかり舐めてます。さあ配信のお二人は本当にいい試合しますね。お互いねメインキャラじゃないんですけれども、あのねもうね多分ね結構メインキャラに近い動きしてると思うんですよ。もうこの戦いお互い、あうまい、あれ弱竜巻の着地機ゼロフレームでしたっけ。ガードはできるけど技は出ない、あそういうことか。竜巻の弱竜着地に投げは入る入らない、ビタだったら入る、なるほど。でも結構難しいですよね、意外と弱竜じゃなくて中竜とかだったらってなると意外とできないと思うんで、それが一点読みじゃないと苦しいかな。温泉行きたい、温泉行きたい、うん最近行ってない。あでもね、ライデスね、ちょっとまたシュウさんとね、スペースシャトルの総大戦が第100回で終わってしまうので、その日にシュウさんと一緒に遠征に行くので、ただし、あ、板橋、あ、え、板橋、
あ、サヤノエか。確かに。何今の。今の当たるの。ずるくない今の。今のなんだっけ。やばくないか。だって今だってガエルのあの筋中継ですね。立ち筋中継が明らかに超真上にいる竜の竜巻一方的にしっかり落とすっていうね。何あの判定。まあ、チュンリーも言えたことじゃないけどさ、あれやばくない？シュウさんね、超アクティブだね。シュウさん旅行魔人なんで、ほんと避ける。いやー苦しい竜、超苦しいだよね、やるよね、でもそうなるよね。あーワンチャン。あーおーバイパーさんが汚ねえぞと思わず言ってしまいそうな局面です。出るー。あー行って、やべえ超矢口。これガエルどうすんのこっから。あーですよねー、必殺矢口ジャンプ通じず。温泉といえばあれなんですよ、山梨の方のほったらかし温泉、あそこすっげえいい印象しかなくて2回行ったことあるんですけど。あマジっすか。へえ。あそこ超好き。だって山梨でほうとう食べてでからのほったらかし温泉入って、山梨の景色をその山の上から一望できて、でしかもあそこシャワーも温泉のあれじゃないですか。あれもう超すごい好きで、場所遠いじゃないですか、なかなか行けないんですよ。ただあそこ基本的に車持ってないとかなり苦しいって。あはははは TBS。 はいはい。あ、それいい、それいい、やべえ、やばいそれ。え、てか夜中やってるんすか。おお、マジか、いいなそれ。あ、うまい。中パンな、大パンかな、大パンなのあれか。あ、めくってるが投げられて、あー矢口、あーお互い矢口。ハハハハハ、色、いや今の超矢口だった。あ受け身ね。あいていていて、やばい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 。あよくガードしたの。いやこれあるよ、ない。あははははは、確かにシュウさんアクティブだけど長州さんはアクティブでない。確かに。あー一手読み。竜の強みあれなんだよな、真空を好きなタイミングで打てるっていうね。やっぱね、こうね、今チュンリー使ってて思うのは、まあ、チュンリー同キャラもそうなんですけど、やっぱ技術力が問われると言われる竜とガイル、やっぱきっちり勝ちたいですね。でも関東にはね、超強い竜、川又竜、そしてガイルは小高ガイル、あの二人通園側。まあ竜って言ったら多分それ以外にも
カシシリュウ、サソリリュウ、で、カーマタリュウでしょ、あと TOMO トモリュウ、この辺がマジでやばい、あと倉橋リュウ、チューブだとやばいの後藤リュウだよね、あとは関西だと、わー、サンダー入る。そうだね、ふたちゃんさんは激強だね。ふたちゃんさんね、去年の X エストだったかな、回転と同時に行ったら、スーパースターでもメンツ持ってて、で、まあ、ふたちゃんさんと20戦くらいちょっとガチる時間があったんでやったんですけど、まあ、その時はかなりいい勝負できましたね。あー、苦しい、あー、振られない、ムナーリさん優勢かな、延々とやってるんですよ、延々と。25時の閉店まで延々とやってるんですよ、本当に。やってる、もうね、あんたら何時間やってるのっていう。だからね、こうね、バイパーさん見て、ムナーリさんいないと、俺は、あれ、今日相方いないっすね、みたいな感じで。っていうかね、2人ともね、リュウガエルに関しては多分ね、メインと言ってももういいくらいですよ、対リュウ、対ガエルに関しては。あ、滑られない、あ、うまい、あ、これ厳しい、使う、あ、やる、あ、いいね、あれ、でもね、いいと思うんですよ、あそこのガクンはね、弱小リュウっぽく見えるっぽく可能性もあるんで。まあ、でも投げる方超勇気いると思うんですよね、あれ、何出されても終わるんで、まあ、そこはもうハートの方、あの強さかなっていう。俺ももうちょっとストップやってから帰ろうかな、今日は早めに帰ろう。というわけで、実況というか、まあ、おしゃべりこの辺で終わります。じゃあ、まあ、皆さん、多分25時の閉店までか、まあ、もしくは配信終わりまでずっとこの風景ですが、お楽しみください。では、お疲れ様でした。Yeah!
Thank you.
Oh!
Round one, fight! Sakon! Sakon! Sakon!
Come on.
Sakon! Sakon!
Cyclone! 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 Cyclone!
Oh!